杉田さん、梶田さん、ゲストのお二人、オス、彩香だよ。俺今、2期目第2話に出てきた、綾瀬にいた彩香にパイタッチして、が、もう、まるまるくんのエッチ。はやみさんボイス、めちゃめちゃ興奮しませんか？いくこれは、むしろ、杉田さんのために用意された回なんじゃないかと、俺は見ていて思いました。じゃーん、ラブタッチあの中村の言い方がすげえ面白いんだよな。あいつやっぱ面白いよ。あの、俺結構びっくりしたんですけど、一期の京介お兄ちゃんって、通して結構クールっていうか、だから一応なんていうか、妹が二次元好きで、どうしよう、いや、いきなり受け入れられないよっていう。そう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 。あんまり二次元の方にぐっと踏み込まない人じゃないですか。この回でいきなり、もうゲームと会話する人になっちゃう。中村さんなのに杉田さんみたいだって思いましょう。うるせえな、マジで。もう今だから言うけど、俺、京介受けてんのよ、オーディション。マジですか。やった後に、東京監督さんが、杉田さん申し訳ないんですけども、ものすごくね、妹が大好きに聞こえるんです。それ前に聞いた気がする。そう。だから、ちょっと、もうちょっと抑えていただけるとって言って、俺はその、あ、落ちた。と思って。こういうのを、二次元とかそういうのもっと壁を持って、お前ダメだよっていう。中村ってなって、そう。中村になったからね。中村さんはね、なんかデレデレしなさそうですもんね、そう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 元に。じゃあ、もう一枚行きましょう。こちら。リドゥーネーム、人生の迷い人さん。最近、妹が僕のジャンプ SQ を貸してくれと言ってくるんで貸すんですが、何を読んでるのか気になってこっそり妹の部屋覗いてみました。そしたら、ベッドに横になって真剣にトラブルを読んでいる妹の姿が見えました。うん。あまりにも真剣に読んでいて、びっくりしたと同時に、異様な興奮を覚えました。いつか僕にもリトとミカンのような出来事が起こることを願っています。行く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 嘘でしょ嘘でしょ。あー行っちゃった。